ターゲット確認。排除開始。ガンダム新型か。このウィングゼロに決戦を挑むつもりなのか。なぜお前がここに。ゼクス、貴様がその機体を選んだのはミスだ。ヒーロー、戦況を確認する。貴様は敵か。ゼロに聞け。何？ウィングガンダムゼロとガンダムエク。この戦いがアフターコロニー時代のターニングポイントになるよ。小隊長、ガンダムエピオンの援護をお願い。戦いはサンクキングダムはどうなったのだ。崩壊したというのか。サンクキングダムが遅かったか。過去を見せられたか。ゼロシステムは未来を予測するものじゃないの。パイロットに勘。殺しに来た者は殺せか。そういうのだな、ゼロ。いいだろう。純粋な戦士として貴様との因縁の戦い、今ここで決着をつけてやる。エピオン、お前はどうする。やはり決着をつけねばならんようだな、ヒーロー。ゼロシステム同士が干渉し合ってる。ミノ姉さん、これが必要なんだよ。ゼロ同士の出会いが歴史を作る。ここで死ぬわけにはいかん。死ぬわけには。直撃だと。ゼリッ、ゼリア。遅い、遅いぞエピオン。奴の反応速度を超えろ。ウィングゼロ、私に勝利を見せてくれ。次で決まり。まさかウィングゼロが。これはゼロ撃破というか機能停止。エピオンの方も大丈夫だよ。小隊長さん、イノ姉さん、私たちの完璧な勝利だよ。この後のことはゼロに選ばれた二人に任せよう。そうか、これで二人のガンダムが入れ替わるのね。ミッションコンプリートだな。なかなかいい腕をしているな、お前も。くー、あんたの戦いっぷりにはしびれるぜ。ミッションコンプリート、ミッションコンプリート。これで全部のブレイクミッションの修正、トゥルーミッション。このディレクトリの、それが私の権限だと次のディレクトリに入れないみたいで、ユヌ姉さんとハラ君の協力を頼みたいなと。というわけで防壁破りプログラム G デモリッションインストール。プログラム正常、勘弁しろ、さくら。エクセレント。 G デモエマージェンシー、エマージェンシー、世の危険、世の
真っ赤。何が起きたの？イリオンステよ。覚えてもらえたとは光栄だな、小隊長君。君の操縦はなかなかのものだった。私も覚えておこう。特にブーストの扱いは。好き勝手に喋る。フスカベージコレクション不要さん。つまりほうこれで何もわからないまま消去されてたまるもんですか。ガンダムラトレイヤーアップデート完了。ハーメスマーキュリー剣山。CEO ってことはあんた社長さんかい？俺もジーアームズじゃリーダーなんだがよ。無鉄砲な部下を持つと苦労は絶えないな。出てきたか小隊長。楽しみにしていたよ。一つ答えてもらうわ、赤メガネ。私や小隊長はこのキーユニバースを修正するために呼ばれた。それは間違いないのよね。私にはそれを答える権限は与えられていない。この空間を組んだってことはあなたもまたプログラマーなんでしょ。私たちより前に人格がデジタルデータ化された例ってあなたじゃないの？お、なるほど。 AI であるサクラには権限に制約がある。でもこの世界の外から来たものならどう？なかなかの考察だが、それも答える権限は与えられていない。確かに軌道も武装もサンクキングダムで戦った時とは別物。アップデートは済ませたと言ったろ。貴重なデータも手に入ったのでね。エイハブリアクター、ゼロシステムといった検証データだ。私たちがブレイク修正したミッションのデータじゃない。異なる歴史に存在するガンダムの機構、興味深いとは思わないかね、リトルレディ。そりゃ少しはあるけど、ずいぶん悪趣味なコレクターね。ガンダムのデータを集める謎の人格データ、管理システムは向いてるのかも。展開当てる。やるな、ゾッテ。死体が狙う。なるほど、やはりいい腕だ小隊長。そうだね、選ばれる。私たちを選んだのは管理システムってやつ。私にはそれを答える権限は与えられて。通信エロ。君たちが修正を進めれば奴の計画が完成に。俺には止められ。ちょっとどうしたの？奴とは誰？それにあなたはどうして？私にはそれを答える権限は与えられていない。何度も言わせないでもらいたいものだ。招待者待って、あいつにもさくらにも確かめなきゃいけないことがあるから。え、ヌネさん、私は。そうか、まだやれるぞ。油断した。頼むぞ。まだ待てる。まだ動く。
ここまで。待ちなさい、まだ聞きたいことが。ヒル姉さん、あいつのことは後回し。ガベージスペースが崩壊するよ。ヒル姉さんが組み直したプログラムを元にしてセキュリティホールをついて脱出するから。調べなきゃ。彼が何者で、奴とは誰なのか。ミッションコンプリートだな。大丈夫、データやばい。あなたたち AI そう。ヒリオンステーブル、全データの転送を完了。わかりやすく言うと、ブレイクさ、そのゼロ、私そう、あ、それそのために生まれ、小隊長、あなたそれさく、はさあやるべきことは基本的には変わらない。さっきハル君が検知、ブレイク、落ち着いて犬姉さん。順番に説明するからちょっと場所を変えよう。さて、このディレクトリで見つかったブレイクミッションは3つ。また宇宙世紀以外の歴史が2つあるね。宇宙、そういハロ君が検知してくれたのは以上。どれを1つ目は、2つ目は西暦2300年代の歴史、3つ目は宇宙世紀。私たちにとっては1ヶ月後の未来で。ユノ正解。ユノ記憶力いい。ヒルネス、ハロ先輩、用意はいいかな。ミッションハロー、君またブレイク。ここがアラスカ基地。もう戦場だね。これだよ、サイクロプス。な、何この数。シーよ。そりゃこのアラスカ基地を丸ごと吹き飛ばすつもりだからね。逆転の策って自爆装置。そういうこと。小隊長さん、ガンダムマイスター、アレリア・ホッティズム君、彼がソレスタルビーイングの。アリオス・ガンダム、こちらソレスタルビーイングサポート部隊。すまない、援護をお願いできるかい。了解です、急ぎましょう。この基地、自爆攻撃に入るんです。そんなやり方で本当の平和が得られるわけが。でもマイスターの戦場はここじゃない。トレミーまで小隊長さんが先導するからね。前衛は任せた。アレリア・ハプティズム、目標を迎撃する。小隊長、核兵器を開けながら進んで。敵襲。西暦の時代だけじゃなく宇宙世紀からもプレイク現象が起こってる。西暦から枝分かれした2つの歴史、関連性はあるのかしら。当たれ。展開。オールレンジ攻撃。
当てる。完全な時に当てるや。セイヤッチョー、いけ。くそ、まだか。テリア、彼らの目的は何だろう。確かオペレーションスピットブレイク。このアラスカ基地、地球連合軍最高司令官、通称ジョシュアの制圧作戦だよ。ザクと地上軍の大半が詰め込まれてる。一気に戦争を終わらせるために。それを一網打尽にするのがサイクロプス爆弾なの。簡単に言うと特大のマイクロ波発生用装置。輻射熱で周囲の水分を振動加熱させる。で、あの大きさと数に爆発するまでぶん回した。まさかマイクロ波加熱でこの基地どころか。そう、周囲10キロはクレーターになる。当たる。だぞ。小隊長さん、アリア君急いで。サイクロプスが稼働したら敵味方関係なく全滅だよ。させるか。一刻も早く脱出しなきゃいけないのに。そこまでして。マリオスガンダムのブレイク反応。この歪みを生んだのも僕たちの責任なら、今の僕には戦う理由がある。ガンダムマイスターが消えた。自分の意志でブレイクアウトしたの。そんなことが。サクラ、問題があるの。大丈夫。さあ、この先にアークエンジェルがいるはずだよ。ガンダム、何かあるの。そこだ。オールレンジ攻撃。まだなのか。うわー、当たれ。落ちる。テリア、艦長、すぐに撤退だ。たとえジャブロを落とせたとしても、そんな、とっておきだ。いけ。このポイントか。八正体出るぞ。八正体って第 08MS 正体。じゃあこの角のないガンダムは陸戦型ガンダムの回収機エクストラグレート、白を天田少尉の EG8 だよ。これアイナ・サハリンなんだろ。覚えていないか。俺だ、白を天田。生きているなら返事をしてくれ。くそ、まだか。白浜だ。覚えていてくれたか。無事でよかった。また会えるなんて思わなかった。天田少尉、この基地はもうすぐ自爆します。救出を急いでください。なんだって。当たれ。白、このままでは。嫌だ。死ぬのも生きるのも二人一緒だ。俺は仲間がいる限り絶望なんてしない。絶対に。もう撤退してください。危険です。アクサラス3がブレイクアウト。 EG8 も一緒に。どうやって。すごいこと言ってたけど、これってチャンスでしょ、サクラ。そうか、私たちもブレイクアウト処理を。
ここがアラスカ基地。もう戦場だね。これだよサイクロプス。何この数。CEO ってことはあんた社長さんかい。俺も G アームズじゃリーダーなんだがよ。無鉄砲な部下を持つと苦労は絶えないな。お互い頑張ろうではないか。そりゃこのアラスカ基地を丸ごと吹き飛ばすつもりだからね。逆転の策って自爆装置。そういうこと。小隊長さん、隔壁を開けるスイッチを探して。ガンダムマイスター。アレレア・ハッピズム君。彼がソレスタルビーイングの。アリオス・ガンダム。こちらソレスタルビーイングサポート部隊。すまない、援護をお願いできるかい。了解です、急ぎましょう。この基地自爆攻撃に入るんです。そんなやり方で本当の平和が得られるわけが。彼らの目的は何だろう。確かオペレーションスピットブレイク。このアラスカ基地、地球連合軍最高司令部、通称ジョシュアの制圧作戦だよ。ザクと地上軍の大半がつぎ込まれてる。一気に戦争を終わらせるために。それを一網打尽にするのがサイクロプス爆弾なの。簡単に言うと特大のマイクロ波発生用装置。輻射熱で周囲の水分を振動加熱させる。で、あの大きさと数を爆発するまでぶん回したら。まさかマイクロ波加熱でこの基地どころか。そう、周囲10キロはクレーターになる。とっておきだ。うわー。小隊長さん、アレリア君急いで。サイクロプスが稼働したら敵味方関係なく全滅だよ。行け。一刻も早く脱出しなきゃいけないのに。そこまでして戦争がしたいのか。ザフト軍は自爆のことは知らないんだよ。ハレルヤ、世界の悪意が見えるようだよ。なっ、でやー、そこで立てる。ぜいボールレンジ攻撃。なっ、ガンダムにブレイク反応。この歪みを生んだのも僕たちの責任なら、今の僕には戦う理由がある。ガンダムマイスターが消えた。自分の意志でブレイクアウトしたの。でもそんなことが。サクラ、問題があるの。大丈夫。さあ、この先にアークエンジェルがいるはずだよ。ガンダムに何かあるの。まだまだだ。どこを見て。まだなのか。やるな。テリア、直撃させる。油断した。ディック、ぶつかれ。デアーク。シュート。まだか。セリア、そこ。艦長、展開。これで決める。出会う。初招待って第 08MS 招待。じゃあこの角のないガンダムは肉戦型ガンダムの回収機エクストラプレート、白天田少尉の EG8 だよ。これプレッアイナサーミンなんだろ。覚えていないか。俺だ、シロー・アムだ。生きているなら返事をしてくれ。当てる。くそ、まこぼって。シロー、シロー・アムだ。
覚えていてくれたか。無事でよかった。また会えるなんて思わなかった。アマダ少尉、この基地はもうすぐ自爆します。救出を急いでください。なんだって この程度まだ動く。シロ、このままでは嫌だ。死ぬのも生きるのも二人一緒だ。俺は仲間がいるだけで絶望なんてしない、絶対に。でもここからのブレーク、アプサラス3がブレイクアウト、 EG8 も一緒に。どうやって？すごいこと言ってたけど、これってチャンスでしょ、サクラ。そうか、私たちもブレイクアウト処理を。お前の度胸と覚悟、十分評価に値する。くぅ、あんたの戦いっぷりにはしびれるぜ。ここがラサの市街地だね。状況がわからない、急ぎましょう。ちょっと待って、ブレイク反応。 CEO ってことは、こちら TLR 支援する。セラビーコンダム、コンダムマイスター、トレマイオス、アローズのジンクス。このミッションにブレイクインしてるのは、ガンダムマイスターをはじめとした西暦2300年代のモビルスーツ軍ね。ラサの戦いに介入されたりしたらまずいよ。アローズの卑劣な行為を黙って見ているわけにはいかない。イエリアさん、トレニーを探す前に力を貸してください。目的が同じであれば共闘は合理的だ。小隊長さん、マイスターと一緒にアローズを押し返しつつ市街地へ急いで。ガンタンクの配置急げ。遅いぞ8小隊。私